とにかく自分の知らないこととか体験したことがないものと出会って知るとか体験すること、もうそれに尽きるんちゃうかな。人生楽しいなとか、自分、あ、俺生きてるなって思える瞬間ってそういう瞬間だと思う。自分の世界観をもろに出した空間を作るっていうの、作品作りと、もう一つはどっちかというと、その空間を、空間の中に見えない視覚的な要素とまた別の、こうその空間に眠っているであろう文脈だとかコンセプトっていうものを音によってこうちょっと浮き上がらせてあげるようなことをやっています。それが作家としての私で、ザ・フィフスフロアっていう名前のアートスペースがあって、で我々はキュレートリアルスペースってこれを呼んでいます。なんでかって言ったら、こう世に言われるようなアートスペースっていうのは、だいたい美術館とギャラリーとオルタナティブスペースと言われているような、こう第三の、アーティストがこう引っ張ってやっていくとか、あるいはギャラリストが、ギャラリーともちょっと違うアートスペースをやると、で それともちょっと違う第4のスペースとして、我々は作家を前に前面に出すっていうよりは、むしろキュレーターを前面に出すようなスペースをやっています。2017年にイギリスのロイヤルカレッジオブアートっていう美大に留学して、でそしたらそこでもちろんアーティストが基本的に私の周りにはいっぱいいると。実はその彼らと話していると、こうアーティストの話だけじゃなくて、結構キュレーターの話も出てくるのよね。イギリスで誰々がこう作った展覧会見に行ったとか、そういう結構キュレーターの話も出てきていて、まあ私はこう日本にそれまでいた時はそんなにキュレーターの話っていうのを聞かなかったから、アーティストとして聞かなかったから、こう、あ、なんかそういう世界観ってあんだなと思って、アート界におけるポジションがめちゃめちゃ低いから、作家とそもそもなんか一緒に何か作っていくっていうような感覚がそもそもそこまで高くない。もちろんこう売れている作家さん、大御所の作家さんはいいキュレーターと一緒に作っていく文化はもともとあるはあるんだけど、そこに至るまでがない。こう若いキュレーターと若い作家がうんぬみたいな話がそこまでなかったと思う。で思ったのが、その大学期間とも違う、美術館とも違う間の、それまでで言うとこう作家を育てるためのオルタナティブスペースに代わってキュレーターを輩出するようなスペースっていうものを作りたいと思ったって感じですかね。まあ、まずなんだろう、日本独自のも、キュレーターとアーティストの関係を作っていきたいっていうのもあるんだけど、その前にそもそもグローバルスタンダードに追いつかないといけないと思ってるから、例えばアート界で言えば、なんか一緒に、なんだろうな、キュレーターからこういう作品作ってくださいとかっていうんじゃなくて、そのアーティストのこう生き方とか、考え方、あるいは精神状況、経済状況とか全部鑑みて話をしながら、まあ、それだったらこういうとこ今あなたやってないからやってみてもいいんじゃないとか、こうあるいはそれは時々ズバッと、その作品はダサいよ、いいと思う、ダサいよとかっていうことも、なんかあまりみんなが言えないことだからこそ、責任持つっていうことがどこまでできるか分かんないけど、真摯に向き合うっていう付き合い方したいなと思ってる。変にまだ私の中で、僕はここまではキュレーション、ここまではアーティストとしての意見とかっていう線引きを自分の中でまだ作ってしまっているのが、なんか逆に良くないなとはまだ思っていて、本当はその高木優とかもよく言ってくるんだけど、もう時間もっと言っていいよ、あのキュレーターとかアーティストとか関係なく、もうその場ではみんなフラットなんだから言えばいいじゃんみたいなっていうのが、なんかどこかでまだなんかアーティストだからとかって思ってるような気がする。人と人の間でアートってなんだろうねって語るときによく言ってるのは、問いを立てることで生活の中に新たな視点、見方というものを植え付ける、埋め込む行為って僕は定義してる。排泄物だよね。
うんちです排泄物ってなんか出すやん、毎日食べるからさ、生きないといけないから食べるから、で結果的に出るやん。で出るとまあすっきりするし、時々なんかやたら莫大になんか出たりして、うわ気持ちいいってなるやん。でもそんなもんでしかないんだけど、出なかったら病気になるじゃない。まあ便秘にもなるし、精神的にも良くないし、それが溜まっていくと例えばあの尿毒症っていう本当に死に至ってしまう病気にもなるし、こうそれはやっぱりそれこそ絶対に流していかないといけないものなんだね。っていうものをこう流してる行為っていうのが僕にとって結構アート。だからもうただただ生きてるだけで絶対出てきてしまうものだし、出ちゃう、出さなければ死んでしまう気がするし、いいものが出せたら気持ちいいしっていうようなもの。作品作る時のテーマっていうのがあって、人と人工物、人が作ったものと自然っていうこの三者の関係性を考えるような作品をいっぱい作ってきてるのね。でよく聞かれるの、なんでって。なんでかなって最初はよく分からへんかったんやけど、途中で気づいたものがあって、もともとこう私のおじいちゃんが当時1970年代とかって言われてるような人工知能第一次ブーム、今第四次ブームとかで言われてるんやけど、第一次のブームの時にまさにその人工知能を作ってた人たち、あるいは作ったものを生かしたなんか製品を作るとかビジネスを作るとかっていうことをおじいちゃんがやってたね。でそれをやり続けていった結果、彼のこうある種いつも言ってた言葉で、人と機械のベストマッチングっていう言葉を使ってたのね。人と機械のことばっかずっと考えて人生生きていて、大学院でもそういうことやってたし、人とシステムっていうものを用いて人と機械をどうやって関係性良くするかとかって言ってたんだけど、なんか人と機械のことばっか考えてるけど、意外に人と機械って自然に勝てないし、なんかもう勝つ負けじゃない話なのに、なんか自然を超えていこうみたいな話し方を当時よくしていて、まあ、すごい違和感を覚えたんだね。だから多分じいちゃんもそんなことすら当たり前じゃん、自然のこと考えるなんて。で多分前提があった上で人と機械だったんだけど、なんかいつの間にか、我々の世代になる頃には社会全体的にもう人と機械のことばっかり、もう技術とかのことばっか考えていて、自然がおざなりになってしまっていたっていうことに気づいて、じゃあ改めてこう我々の作っている AI とかっていうようなもの、あるいはバイオ系のテックだったりエネルギー関係だったりっていうものが進んでいった社会ってどうなっていくんだっけって思ったら、私の中ではもうイメージ的にドラえもんみたいな世界じゃなかったんだよね。むしろこう人間が心から感覚的に落ち着ける場所だったり、その落ち着けるっていうのはつまり一人じゃないと思えること、ちょっと寒いけど窓の外から鳥の声が聞こえてくるとか、今みたいにちょっと向こうの方から電車の音が聞こえてくるとか、そういう音だったり風の感覚だったり、そういった自分じゃないものを感じることによって一人じゃない、寂しくないって思えるような社会の方がすごいリアルだったのね。じゃあそれをやるためにはどうすればいいんだ、しかもそれはネオイズム的にこう昔の何だろう自然の暮らし方に戻りましょうでもなくて、培った AI だってバイオテックだったりエネルギー関係だって使った上での、そういう自然と人間と人間が作ったものが全部ちゃんときれいにまとまってるような作品を作っていきたいなと思った。生きていて毎日同じルーティン的な仕事をしていたとしても、僕もまあ言うてルーティン的なとこあるし、作るってでもその日々の中に毎日変わるようなこうちょっとした一期一会だったり出会いっていうものを大切にして生きる
でその大切にするっていうのはつまりその目の前にいるなんかちょっと落ちてる花瓶とか見た時にこれなんで落ちてんだろうとか考えて想像膨らまして、あ僕だったらこういうふうに落としたんかもしれないな、だとしたらこの花瓶をこういうふうにしてあげたらちょっとなんか面白いこと起きんじゃないかとかって考えて、そっとそこに花瓶、落ちた花瓶に入ってたであろう花をちょっとそこら辺から持ってきてポンって置いてみるだけでなんか生活って豊かになると思うんだよね。僕はそんな風に生きたら楽しいんじゃないかな。アーティストとしても個人としても同じ大事にしてることは誠実に生きる。まず自分の本当に思ってることをちゃんと聞く。自分に耳を向けて自分の心の中にある声を聞くことで、その声を持った上で目の前にいる人の声に耳を傾けることであり、さらに向こうに行くとそこの社会の声に声を向けるのか、あるいは今ここでやってることだったら、目の前にいるもう草花木鳥虫動物たちの声を聞く。でもっと行けば山、その社会に対するものが山であり森であり、もっと言えばこう土壌、広い意味での土壌だったり、そういったものにみんなの声をどんどんちゃんと聞いていって、ちゃんと聞いた声に対して自分の声を聞いて、じゃあ僕はこれができるからこう生きたい、で相手どう生きたいんですか、僕はこう生きたい、だったらこうやって生きようっていう、その本当の意味で自分の持ってる声をみんなで付き合わせて、その声をガッチャンコしたような生き方なんじゃないかな。